ちは。今日はですね、これですね。日本では知らない人はいないと思いますが、海外で見てる方だと分かんないかもしれないですね。鬼太郎のお父さん、目玉親父ですね。でですね、こうやって見ていただくと分かるかと思うんですが、実はですね、これは二重になってまして、ちょっとこう飛び出してるっていうのはですね、この白にですね穴開けたんですね。で黒は、書いてあるんですけど、で首から下は普通の、胴体ですね。ということでそこから行ってみたいと思います。どれぐらいの大きさかというと、中途半端ですね。すごい中途半端な大きさでしたね。7だとスカスカで、6だとちょっと通らないということは 6.5 ですかね。まあ適当にその辺は。で、まずですね、こうここにまん丸くなるようにしてですね、これ5インチの丸なんですけども、まん丸にしといて、だいたいこう真ん中あたり、この真ん中あたりにですね印をつけます。こうこういう感じで、分かるかな、こう真ん中あたりに印をつけます。そしてですね、これですね、これがだいたい普通のストローですね。見えるかな、これがだいたい普通のストローなんですけどね。でこれが今回使うやつなんですけど、太さの違い見えるかな、ここにカメラというかレンズがあるんで見えるかなっていうことです。この太さの違いで、このちょっと細いやつをですね、を突き刺します。こうやってね。で、ここだ。これの先ほど印をつけたところですね。そこをこうちょっとこういうふうにピュッとこう出してあげてですね。それでここをチョキッとこう切るわけですね。ここですね。よっと、こういうふうに、こういうふうになるわけですね。つまりこう穴が開いたと。そこに赤をですね、こういうボッケで用意して、でよっからセットこう中にねじ込んで、で二重になったところを膨らませます。どこだ、これか、これですね。あんまりでかくすると、ここボンと出てきちゃうんですね。なのでこれぐらい、ちょっとですね上目になっちゃいましたね。まあそれはそれでいいかなと。これぐらいですね、6と7の間ぐらいですね。はい、それで結んでおきます。しっかり結んでまん丸で、ここのですね、でこの胴体、これはですね、当然一筆書きでこうやって首のところを作って、行ってこの下作って戻って、でもう一回戻ってこっち行って終わりということですね。これ大きさの割に結構ひねりますんで残しといた。まあダメなら抜けばいいんですけどね。これぐらい、何センチでしょう、15センチですね。
で、まずですね、端っこ、3センチぐらいの丸を作って、ピンチツイストということですね。これを、ここで結びます。撮影中に電話がかかっても出られないんですよね。聞こえてますかね。まあ、もう一回かけてくださいね、ということで、よっ。ほら、そんな電話なんかかかってくるから、うまくいかないじゃないか。はい。ということで、まあ、ピンチツイストの形になるんですね。で、これはまあ最後に切りましょう。で、お手手、これですね、ここに2本の間にはめるんで、挟んでしまうんで、柔らかめに作ってくださいね。これぐらい、これで、はい、5センチで、ピンチツイスト、小さめにですね、ピンチツイスト、同じく小さめのピンチ、それで、胴体に引きます。ここはまあ同じぐらいで、これで、はい、6センチですね。それで輪っかを2つ作ります。こういうふうにですね、これが、はい、これも6センチですね。同じ大きさのをこうやって作って、逆回しにすると、こういうのができますね。これで足ができました。で、6センチ同じで戻って、よっ、戻ってもう一回下に行って、ね、で、この時ですね、下からはめた方がですね、それで反対側に戻って、こういうことですね。それでお手手の反対側を作ります。もうこれでもうほとんどいっぱい来てますね。柔らかめのよやつを作って、これと同じです。それでここやりますんで、これで結びますんで、もういらないんで、ここ穴開けます。で、最初と同じようにここで結びます。ね、こういうふうに。で、端っこは切ってしまいましょう。で、最初のここも口巻きも切ってしまいます。それで準備ができましたので、これですね、ここにこうはめてあげて、こんな感じになるんですね。それでここに巻きつけて、ほいっということで、これを。で、余った分はですね、お腹、体の中にしまってしまいます。で、作業中に戻ってしまってるんで、これを中に。
これでまあ大体完成と。でここに黒目を入れてあげれば終わりということで、まん丸く入れてあげればいいと。ということで、ね、はい、目玉親父の完成、風船愛好会でした。またお会いしましょう。じゃじゃーん。